ハマるよシリーズ第3回。はい、今回まだ第3回なんですけど、まあ、あの前回僕の負けで、まあ、1回目は僕勝ってるんで今1勝1敗で、まあ、3戦目ですね。はい、で今回、まあ、僕が使っているのが、見事トップ8に入賞したゆくひろさんの赤みどランプです。僕はスタンダードラウンド9勝1敗で、はい、まあ、惜しくもトップ8に入ってないんですけど、はい、9勝1敗と好成績を残した赤尾のバーンですかね。まあゴーグルとか入ってないですもんね。うん、この人あれですね、ドラフトもあんまり良くなかったんですよね。ドラフトが2-4やったから、はい、まあ次のプロツアーにもチェーンはしてるけど、そうですね。まあでもスタンダードではまあすごいいい成績だったデッキですね。うん、このデッキ、まあ、正直パッと見た時にあんまり強そうに思わなかったんですよね。あの青赤なんですけど、リミテッドみたいよね、なんか。そうですね、まあ、あの今ちょうどリミテッドで強いその2003のカード出てますけど、まあ、これが結構そのスペルと組み合わせると本当にライフをゴリゴリ削ってくれるんで、まあ、そういうところでライフを詰めるデッキではあるんですかね。うん、うん、いかに早くゼロにするかみたいな。うん、まあ、そんな感じですね。特有の最大効率を考えて土地捨てたら土地詰まるっていう、はい、よくあるやつ。完全に裏目に出たやつですね。そう、はい、そうで今回ですね、まあ、お互いのデッキに、火力生集団的抵抗でしたっけ、3マナ、はい、3マナモード選び これですね。これが思ったより全然強かったんですよね。なんかまあ、こっちランプなんで、まあ、今のそうですね、クリちゃん4点と、こっちが捨てた分、まあ、カード引き直すっていうモードを使ったんですけど、まあ、ランプって、まあ、書いてるカードがかなり強いんで、何を捨てても、まあ、また強いカードを引き直せるっていうのと、まあ、これっきエムラクールと、ウルベマルド横断っていう、まあ、紅葉とか、まあ、こっちでカードの種類によって、まあ、効果が変わる、効果だったり、まあ、コストが変わるカードが入ってるんで、まあ、そういうところでね、まあ、積極的に序盤は捨てていってもいいっていう、まあ、すごいなんかデッキに合ってましたね。うん、熟ったついでにハンド入れ替えるから。そうです、そうです。まあ、すごい。紅葉とか魔法を達成できるし、うん、やっぱり、ね、いいんじゃない。で、なんか、思ったより強かったですね。MO でゴチキになってるの伊達じゃないな。トップレアで、まあ、一応あるか。はい。呪文トライ、はい、の方が、ちょっとあったかい。2番目に高いレアだけだと。そうですね、はい。レアだと多分2番に高いカード。まあ、1番はリリアナで、その次エムラクールになってますけど。で、まあ、紅葉達成してるんで、エムラクールをサーチと。まあ、土地詰まってますもんね。まあ、捨てたからね。うん、まあ、ようやく引いてきたけど。はい。まあ、ちょっと遅れるとね、かなりすぐ行かれちゃうんで。まあ、しゃあない、エムラクール引かれたし、はい。本体とで、それでエムラクール捨てるのか。はい、まあ、それでもね、一応さ、5枚してるんで、はい、そっから引いてきて、まあ、紅葉自体はもう達成してて、今カードの種類ですね、ちょっと数えてるんですけど、プレーンズウォーカー、クリーチャー、アーティファクト、インスタントソーサリー、土地で6種類落ちてるんですね。でも7マナ、そうですね、7マナで出たらさすがに強いよね。そうですね、7マナ13、13ってもうおかしいですからね、それだけで。はい、まあ、インタビューでエムラクールはね、リミテッドでも出せるようにしたって言ってある、うん、ああはい、もう実際出ますよね、リミテッドで、うん、入ってるけど、まあ、だからマナを調整するのが大変やったと言ってたけど。ああなるほど、はい、じゃあ2本目いきましょう。はい、2本目、なんか結構ハマチさんのデッキメインのカードが腐る感じですよね。除去とかがほとんど当たらないんで、こっちのデッキにイランカードがとにかく16枚ぐらいあって、はい、1枚絶対残ってしまうというトラブルを抱えて。なるほど、まあ勝ちプランはね、はい、9体しかないクリーチャーのうちから2体を引くっていう勝ちだ、うんうん、まあ、まあ2体目出てきてますもんね今、うん、勝ちパターンがちょっと少ないよね、はい。で今、今回僕がですね、ダウマリしてるんですよね。ちょっとリソースが結構厳しかったりはするんですけど。出てきた。これね、ランプ触れないんですよね。触れないし、ハンドもあんまり減らせないし。
先手で出されたらね、うん、ちょっとクリシャと合わせて毎ターン3点食らっていくってなるともう7ターンしかないですからね、単純計算で、うん、これ日産の巡礼、先手だとね日産の巡礼から動いたら結構間があるから、はい、ハンド頑張って減らせんだけど、うん、後手やとねどうやって減らへんかな、なかなか辛いものがありますね。で、ジェイス、これね、そうでカウンターとか火力のための反動を補充できるっていうのがすごい青赤っていうカラーになんか合ってるカードなんですよね、うん、あのカードはねやっぱランプには強いよね、うん、ちゃんと、うん、そうですね、あとコントロールにもすごい強いんでなんか、うん、まあこれからもちょこちょこ見かけるんじゃないかなとは。カード自体はね、はい、むしろ全然自分から引けるっていうのはやっぱ偉いし、そうなんですよ、ね、いやこれね何もできないですよね。たぶまりしてる上になんか土地しかないみたいな、そうですね、なかなか苦しいですね。もうなんか制限時間ついてますしね、この原色のおかげで、うん、何もせんかったらね、うん、死ぬからね。そうっす、おソーラのフラッシュ、あれサイドインですか、あれサイドイン、でも別にいらんからもなるほど、16枚目の、はいはいはい、どうしても残ってしまう、うん、ショックよりかマシかレベルと。これ苦しいんですね。でまあゼロで出して、まあ、持ちクリーチャー落としてアーティフトクリーチャー落として紅葉達成、無理やり紅葉達成して、はい、結果土地内からなんか土地を持ってくるという、いやハンドにあの、まあ、世界をこ、うん、壊すものを引こうってあの探そうと思ったんですけど引いちゃったんで、あ、まあ、それだったらまあ早く出せる、まあ、土地を持ってきた方がいいなと思って、庭のランドがないと出しづらいですから、はい、まあ、でもニスタの巡礼で無事マナを伸びて、そうですね、でエンドに4点、うん、エンド4点です。まあこうなるとねもうあとは、うん、熱病の原子入ってるのにちょっとカウンターが少ないかなっていうの思ったけどね。ああ、はい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 。まあ、引いてこれますもんね。うん、熱病の原子さえ入ってれば、うん、あの、リマンドみたいなやつ。ああ、非現実化す。ああ、非現実化、はい。あれでね、ハンド、相手のハンド減らへんし。確かに確かに、デッキにすごい合ってそうな。そう。もう動き噛んでますよね。まあ、でもこの2枚のエンチャントがかなり、苦しいですね。あのカードはほんまに、うん、フリーチャーデッキ以外には台北で赤身ドランプ使ってた時も、はいはい、あれ2枚貼られてあと全部カウンターされて負けたからめちゃくちゃ面白くなかった。確かにランプに対して本当に強いですねあのカードは、うん、いやー苦しい。もうライフがねこう危険水域なんで、うーん、このデッキでその原子を壊せるのって世界を壊すものしか入ってないんですよね、うんうんうん、でここで僕もミスってたんですけど、さっきのルベンワールド横断で、あの普通にその世界を壊すもの2枚目を持ってくるべきでしたね。まあ2枚入ってたんや。2枚入ってました、サイドから1枚入れました。出にくい、出にくいって普通に出てるから、ね、そうなんです。別に2枚ランドを持ってこなくても次2、3、10枚打つんだったら出てるやんっていう。まあ、エマークールもハンドにあったんで、うん、それがあったんですけど、まあ、2枚出されてるんだったら多分2枚除去するっていうのを優先した方が良かったですね。これライフももう結構危ない水域だよね。もう風船の灯火ですね。もう今で 10ぐらい10切ってますね。後ろでどつこうかなと思って、はい、ショックされたら死んでしまうそうですね。捨ててないよ、ね、そうっす。お、そうやそうや、捨てなさすがに2マナでドローはやばすぎる、うん、まあ、タップインオクオードゲーム長くするつもりはないんで、うん、これ途中間違えましたね。危ない危ない、うん、赤のスペル一歩ですね、はい、思ったより赤が出なかった、ね、そうっす。で、まあ相手の動きを考えて、はい、プレイヤー3点、まあ、概ねここ6点入れておけば、はい、
まあ、M ラクール出てきても勝てるかなと思って、うん、そうですね。で結局あの M ラクールあるんですけど、まあ、全て対策することができないで投了と、まあ、次行きましょう。はい、3本目、今度は僕の先手ですね。はい、泣いても笑っても最後のゲームです、うん、はい。まあ、さっきはまあダブマリもあったんでちょっとあれですけど、今回はね、ちゃんと動けてるんで、うん、ただ3ターン目何もないんですよ。そう、西田の巡礼打ったらリバウンドしようと思ったけど、うんうん、打たへんかったからやることもないし、戻しとくかみたいな、うん、打つ必要はなかったんやけど、ついになんか余ってたし、うん、で、ここで4万の真ん中、ここに打たれてるのがきつかったですね。まあ、でも土地持ってんの、いや、ここはね、うん、苦しめる声打ってるね、はいはい、うん、入ってるの知らんくて、うん、うん、1枚だけなんかサイドに入ってたんで、多分なんか早くしたい相手に入れるんだろうなと思って、うん、で、その4球黄金屋の挑発者でしたっけ、うん、まあこれは強いよね、うん、これ結構使うところ難しいですよね。クリーチャーね、そう、うん、ランプとか重たいデッキやったら入れやすいけど、これね、実はね、無視してチャンドラプラスでも殴っててもよかったかなと思って。あ、12点やもんね、うん、で、ハンドニアの3点火力があるんで、じゃあ3点、3万の、はい、もうちょっとありかなとは思ったんですけど、これね、ちょっと考えてます。ハンド捨てようかなと思ったんですけど、パニック、パニック、どうしようっていうやったら悩んでる。そう、めっちゃ悩んでますね。まあ、使うのは使うんですけど、もうショック打った時点でもう4点は飛ばすよね、うん、倍になるから、うん、チャンドラの3で処理しても別に良かったんですけど、マイナス3で。ただなんかそれだと返し、おそらく落とされるんで。まあ、ミシュランもあるしね。そうそう。それとこっちでいいかなっていう。で、これだと2マナ余って、ミシュランからの攻撃からも守れるんで。うん。まあ、なんか引くでしょ。っていう気持ち。これも相手のハンド強そうやったらね、うん、ハンド入れ替えろって言うけど、うん、捨てようかどうか悩んでたハンドに対して捨てろっていうのも酷な話やからまあここは熱病の原始になって、はい、まあ、タップに処理しとくかみたいな感じで、はい、やってたら、まあ、そうですね、立ってるのが人だけだったら、まあそうやってたらまさかのチャンドラで、はい、なぜこのカード捨てようか悩んでたかがなんか捨てたらね、ワールドブレーカーか、エフラクが引くかなと思って、そんなうまいことならへんって、うん、まあ、でもさすがにそうですね、ちょっともったいないなってなって、うん、で、まあ、チャンドラプラスで、はい、6点で、8円、はい、そう、さっきのあのプレイヤーに3点が倍に入ってるんで、はい、で、ここはハンドが3枚なんでダメージ入らず、ここまで来ればまあうまいこといけば、まあ、大丈夫かなと思うんですけど、うん、はい、今度はハムさんの方から手段できていこう。そうやね、まあハンドから感触が2枚引いたから、うん、とりあえずハンド入れ替えて、はい、守って1マナで本体でも飛ばすかみたいな、うん、チャンドラ落とせるのはね、よかった。そうですね、でも落とされた。で、まあこっちもね、特に何もなくなっちゃったんですよね。ここでもう一枚シャンドラがあったらもうほぼ積んでたね、うん、はい、そうですね、ほぼ積んでたか、場で積んでるか、うん、まあ、そうですね、ライフがもうだからチャンドラ2枚しか入ってないですから。いやいや、あんた1枚のアーティファクト出してるで、バニー確かに
まあ、マナーファクトのうちの一つ、マナー加速のうちの一つなんで、まあ、これは。はい。でも、まあ、こうはしてるんですけど、まあ、なんか探してもダメージ、3つ目取ってきても、まあ、2点食らうだけだからね。そうですね。場に出るんだったら別に良かったですけど。そんな強いかなって止まるかった。はい。はい。まあ、手と場に1枚ずつ置いて。そうで、ハンドル入れちゃいました。まあ、場に出て、で、セットランドして、はい。で、ハンドル2枚。これ2点食らわなかったらね、ただ相手にカード引かしてるだけだからね、うん、そうですね、吠えたける鉱山なんで、まあここまでいけばね、手はパンパンやけど、うん、ここまでいけば実は結構ね、浜田さんのもライフ詰まってますからね、俺も8やからね、うん、からね、でもリュウジも10ぐらいしかないよね、これ確か。そうですね、もうだいぶライフ減ってるんで、まあ、飛行の4点とか食らってますしね、で、感触とか、あ、まあまあ、エンドに、うん、エンドに4点はまあほぼ間違いなく食らいそうだから、そうですね、まあ、実質ロックみたいなもんだから、うん、M6 で出されても大丈夫かなと思って、うん、ハンド見たら4点火力1枚あって、はい、3点火力か、本体3点か、引いて、まあ、2点くらいで、俺のライフと5か、はい、まあ、一応ハンド確認して、うん、お、大丈夫、3点しかない、しないへん、しないへんと思ってまあ、3点しかないよね、はい、あの、ティムもそしたら、なんと6点から6点も引いてきて、あら、負けました終わりと、はい、というわけで、ハマリシリーズ3戦目は僕の勝ち、はい、それで通算2-1ですね、はい、はい、またこれね、今回は僕勝ちたいと思ってるんで、ちゃんとしたデッキ使ってます、はい、はい、じゃあ次回またお会いしましょう、はい、また来週。じゃあもうインストラードを追うかげも2パックあるんで、これも、はい、じゃあついでに向いちゃいましょう。前回からの続き、おっちゃんは今映ってない画面に、おっちゃん足だけとか、あ、足は映らない、映らない、態度悪、態度悪いはい、インストラードを向いて、俺お腹空いとんねん、ワインもやって、一番正しい開け方教えてください、一番正しい開け方、全部ね、これあの開け方が違うんですよ、間違った開け方もないけど、これやばい、これやばいね、だいぶやばいね正しい開き方を先生に、やっぱ穴のとこやね、穴のとこに指通してピリピリって、うん、フォーメーションが違う、そもそもフォーメーションもうすごい、人気は組んでないやろ、すごくない、これきれいきれい、こう、はい、あ、黒さん丁寧向き派っすか、丁寧向き派、でもこれでも引っかかってるけどね、私、教えられた先生が悪かったあー、それはあるわ、俺か、俺やなしゃあないしゃあない、さあかんな、うん、ポンコツや謝れ、はい、はい、出たレアはこれと、はい、何やった、これですね、キラ、あ、一応レア、それ、ドレイクってところで、うん、あ、また2枚レア引いてるやん、しゃ、すごい、2枚、今、まあまあ声出たな、響く、パシフィコ横浜に響いた、パシフィコに響いたかなり瓦割りそうな感じしゃーとか、ハンマー裕次郎みたいやった、はい、これじゃあこれ、カード色分けしながら適当にトークしましょう、精神病棟の訪問者って名前、カード適当に色に分けて、名前やばいやろ、なんか混じっちゃったよ、あ、いいよいいよ、もう混ぜていいよ、パックのやつは、黒さん、そっちじゃあ色分けの手伝ってください、色分け、はい、お願いします、はい、
難しい。なんか黒田さん、フリートークしてくださいよ。フリートーク、フリートークの。お腹すいた。お腹すいた。黒田さん、好きな食べ物何なんですか。食べ物、肉。味噌。お、ええやないやつ。それ、かぶらんやつおる逆に。え、一番好き。おるよ、それはもう。言われて、まず肉って言う、私。わかった。これ、こっちも混ぜんの。あ、混ぜていいっすよ。こう、イカ漬けも。イカ漬けも、はい。これ、何これな、色がないね。まあまあ、肉は誰でも好きやな。うん、美味しい。これはトークンって言って、カードじゃないから。はい。終わり。裏見たらわかるやろ。全然。CM みたいなやつ。そう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 。まあ、この辺全部色分けしてね、これ一緒に、はい、一緒にしてね。混ぜてもいい。いい。キラキラー。何これ。これ、なん？これも色ないから。色ない。じゃあ、はい、やるよ。これは色。それはな、混ざっとるからここでいいわ。混ざっとる。うん、先生。黒田さん、娘さんが中学生でしょ。小6。小 6? それも色ないだろ、ここ色ない、うん、最高に可愛い時期なんちゃいますの。それはやっぱり2歳とか4歳とかそれぐらいじゃない。色ないない。分かってきたぞ。2歳、4歳最強なんですか、やっぱ。3、4歳ぐらいが最強。これは別、赤い、赤い一緒、うん、なんで最初ここに分かってた。分からない、私も分からない。はい、じゃあ分け終わったら、負けてる負けてる、急ぎ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 。あ、まだある。ある。あ、それはいいよ、そっちで。一斉ので、一斉ので。これはない。色ない、色ない。これみのりんかけるクロちゃん、まあまあおもろいことやってるな。化学反応がおもろい。一斉のでとか謎の単語出てくるし。ここ。あ、ここ。そう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 。これ白い、これ白い。残念、こっち。父親っぽい。使ってたこっち。父親っぽい。教育してる父親っぽいな。おじい、おじい。おじいやな、おじいやな。パパ。孫の年齢やな。こっち。こっち。こっち。はい、はい、終わりましたか。はい、じゃあ、黒田さん。まず、こういうシールドデッキですね。めっちゃ綺麗、こっち。パック向いて。びっくりした。性格出てるな、これ完全に。びっくりしたい、こっち見て。だってな、ゴミ袋見てみ、これ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 。ゴミ袋。重ねて、綺麗な状態重ねてる方と、うっちゃーと、これ自分何型や。 A 型です。 A でこれやばない。ちょっと黒田さん何型なの。これ B や、ド B。 ド B の人。ド B、ド A。 B でもこれはないと思うわ。 A と A の、 A と A から生まれた。 O だと思ってた。え、 O はちゃうよ、 B は。 青からさ、僕 A B なんですよ。いやでも、あ、そうなんや。急いだから。やっぱ王と青いじゃないですか。急いだから。負けたくなくて急いだから。でも急いで負けた上に汚い。最悪。あ。はい、じゃあ、シールドデッキをね、この子らにいつも教えてるんですけど、うん、シールドはやっぱレア使ってなんぼなんですよね。クラさん。まあ強いカードはレアにある大体。うん。うん、というわけで、まあ先も見たけどレアを見ると、はい、有坂氏は。レアにね、アンコモンもやね。やばい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 。やばい。やばい。煽っていきます、こっちも。手伝ったろ。白にね、今日だけやね。はい。強いカードが、非常に、はい、これ。非常に集まっている、使えるカードがね。ガッシャー集まってるから。これかわいい。どれ？天使か。あー、お腹すいた。頑張ってください。頑張ってください。白は使いましょうか。え、今回、イラストかわいいですね。なんだこれ。安い感じ。え、可愛くないですか？前のに比べたら。インスタとか比べたらちょっと可愛くなってるかな。はい。いやでももっとグロいやつもあるで。うじゃうじゃになってるやつとか。え、そうなんですね。あるある。え、宇宙って言ってたのって今回のやつですか？そう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 。宇宙、あの宇宙人が宇宙人的な入ってくるんですよ、カードに。そう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 。頭の中入ってる。いるいる。それいます？ウイルス、ウイルス。います？コロとかだってほら、パオル。おるおるおる。かぶりかぶり。コロとかほら、オオカミでしょ。全然ワンワンやけども、うんうん、裏面はうじゃうじゃになって、かわいそう。やめてあげてほしい。そう、エムラクールっていう、そういう、まあ平たく言えばそのうちうちうしいだけ、キノコの化け物。そう、キノコの化け物みたいなやつが食事的な、そう、あの、その次元にいる生き物を全部自分に取り込んで、エムラクールっていう一つの存在にしようとしてくるから、それにみんな立ち向かおう。中にはこうやって取り込まれたやつらもいますよっていう。そうなんだ。そういうお話ですが、強いですかこれ。うん、まだな、ちょっと分かれへんねんけど。そう、だから、ここにあるこのね、消えゆく光ブルーな、これちょっと綺麗な天使やんか。あ、それよさげ。これ裏面ね、イラスト下半分やからないねんけど、うん、上は、この天使の姉妹、もう一枚姉妹やねんけど、うん、お姉ちゃんとくっついてしまって、かわいそう。ぐちゃぐちゃのグログロの
怪物になるという。見ました、うん、もちろん寝込むで俺は寝込んだ。画像見る。なんか綺麗なな、うん、いい感じの、そう、まあ、いい感じのイラストは実際多いよね。綺麗ですね、うん、でも、うん、名前がいつもなんかツボって笑けてくる。ツボって笑ける、なんかシュールで笑けてくる。巻き込みとかやばくないですか巻き込みってやばいですか。巻き込みやばい。ゲルポイントがおもろいな、やっぱ巻き込みやばいでしょ。ごまかしとかもある。いや、それは面白くない。面白くないの。同じやのに巻き込みやばい。巻き込みはやばい。何がやばいか分からんよ黒田さんがおもんないみたいな言われてるよね。多分ね、しゃあない。そっちは面白くないですって感じ。巻き込みがやばいんや。巻き込みやばいですね。私教習の時も巻き込み事故って言われて大爆笑したんですよ。なんでちょっとめっちゃ面白くてなんか巻き込みっていうことが面白くてはい、はい、清く光ブルーナさんは合体して、うわうわやろ。強そう。まあ、強いね。なんかあれ、堂々みたい。堂々みたい、確かに。なんか頭二つあるから気になってる、もはや気になってる。そうなんかもうそうあ、みんな食物繊維になっちゃうの、ね、伺えると。ねー、すごいえぐいよね。それはダメ、まあ、そういうえぐいのと戦う人たちの姿を描いたセットですが、はい、とりあえず、はい、岩下の言うとおりレア出したで。おレア出した、うん、来ました、はい、あります、はい、どうすか。上がレアやねん。はい。で、まあ、基本的にはレアいっぱい入ってる、色が強いねんけど、うん、あの 黒多いやろこれ。私黒デッキってことですか。まあ普通はそうなりそうみたいな。これがレア、うん、これね、これあんこもやけど、まあレア並みに強いから、ね、ここでいいこんな感じかな。そっち分かりやすいよね。白めっちゃ強かったもんね。白めっちゃ強いですもんね。白は絶対やった方がよくて。する。赤もまあまあいい感じかな。こっちは黒。こっちはな、まあ、でもこれ強い、これ強い、これ強いやから、うん、はい、今黒はそのまま使ってもいいかなと思うんですけど、さっき岩下言ってたみたいに、これレアやけど弱いねんか、うん、まあまあ使わんでもええやんみたいな感じになったら、アホカード。面白いカードやねんけどな。試み、うん、まあ、は面白いねんけども。だから、どこまで教えてもらってるのか知らないけどな、うん、2色で組みましょうとかやってんの。いや、まあ一応やってますよ、なるべく2色みたいな。戦いました、1回戦った。勝った、うん、あ、そこ、え、勝った負けました。それは別にいらん情報やん。そこだけ言いたかった。ドヤ顔いらんみたいな。もう勝っただけやからな、ほんで生きたらあかんで。すいません。まあ、とりあえず強い、強そうやなって思う色で1色まず全部使えそうからバーって並べて、うん、あとおまけでどの色かこう引っ付けて2色でデッキ組みましょうみたいな。相性慣れてない時はそんな感じ。さあ他のね、まあこれはこっちは白確定として、もう赤もね、さっきのその狼男がうじゅうじゅうになるやつとかも、まあこれ強いですよね。強いね。こういったまず強い例を見てから、また狼多めですか今回も。かわいい。これもそう、割とおるかな。いらん。うえー、これちょっと見たい。緑リアクションいいな今。うえー、かなりいい感じだな。これはちょっと許せない感じ。これとかも。あ、これはかっこいい。私獣フェチなんですよ。あ、裏がちょっと。すいません。獣フェチ。前はこの性的趣向の話になると思う。人の形からまだまともやろ。いい。これはこれぐらいだとあるやろ。好き。でもこれがひどいのになったのがこっちで。これはね。思っただけに。あ、ダメだ。ダメ。こっち。あ、ホムおるやん。ホム。はい、ホムンクルス。ホムの。あの芸名というかハンドルネームはホムンクルスから来てるので。え、そうなんですか。そうなんですか。カメラマンのキンコンカンコンの、キンコンカンコンの今全然パワータフェンス合ってないやん今。まあね、ホムンクルスっていうのはちっちゃくてこうなんかね弱い感じの。このホムンクルスも、はい、目玉の怪物って感じだね。え、一つ目構造みたいな。由来これなんですか。違うらしいです。このカードではないけど、そのホムンクルスっていう人工妖精的な。で、こいつも、はい、裏表があって、ね、条件満たすとこうやって綺麗、なんか書物をむさぼりく怪物になると。怖い。いうところで、まあ見てったら、赤と白のカードが超強いので、うん、赤白のデッキを組みましょう。はい。そっちどうなりそうですか。え、
これ勝手にデッキ作ってていいの？いいです。これっていいです。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 いや、まあまあまあ。じゃあ僕と黒田さんが作ったデッキで2人でなんか、ワイワイやってもらうみたいなのをやるのがおもろいんかな。なんか俺に選ぶ権利とかなかったんで、そこは。選ぶ権利とかなかった。ちょっとじわじわおもろい。ないでしょ。ここにいる時点で。ここにいる時点で。じゃあしゃあないな。まあ。あとシムのカード使ったデッキ作ろうか。はい、こいつ改めて見たら強いな。なんかおっちゃんが一人で始めたけど。じゃあ続きは来週。来週。はい。はい。